そもそも考えてたのはすごいなと思いました。と回帰曲線と相関係数って統計学の授業とかでもやるんですけど、そういう図を、そういう図というかそういう方法で説明する先生はいないじゃないですか。なので、相関係数とかはその曲線の横とかに通じて書いてあったりすることが多いので、視覚的に分かりやすいなと。うん、この図いいと思います。すごくいいのでうまく押してほしいですね。あの統計学全体に対してちょっとした発明ですよこれは、うん、初めて見ると何かわからない。最初に見た時はわからなかったですけど、2回目に分かってみるとなるほどって思うよね。をしっかり説明する。そうすると多分次からはあ、そうなんだなっていうのが。